大月かぐや、この人が、あの陸道仙人の母。こやつら二人、羽衣と羽村、いや、インドラとアシュラか。違うよ母さん、やつらはナルトとサスケ、二人の転生者さ。クロゼズ、あいつ雰囲気が変わった。ようやくだよ、ようやく母を復活させ母の元に戻れた。てめえは一体何者だ。子供さ、母カグヤのね。どういうことだ。貴様らは知らないだろうが、母は封印されたのだ。その陸道仙人羽衣と弟羽村の手によってな。俺は母が封印される寸前に最後の力で産み落とされたものだ。母の復活という使命を抱いて。なんでおじいちゃんがそんなことを。封印したのは十尾だろ。お前は十尾のことを勘違いしているようだな。あれの正体は真珠だけではない、母自身でもある。何？これは羽衣すら知らぬ真実だ。そして母の復活のために俺が動いていたことも。十尾はかぐやだった。それが真実だとして、その封じられた母親を復活させるためだけにお前はマダラに近づき利用したというのか。その通りだ。まるで奴が俺を作り出したかのように思わせ、影として活動し無限つくよみへと導いた。大量のチャクラを集めることができる無限つくよみこそが母を復活させる唯一の方法だったからな。まあもっとも、俺が利用したのはマダラだけではない。あらゆるものを利用させてもらった。弟アシュラに対するインドラの嫉妬心を煽り、奴の子孫ウチハ一族も俺の思うがままに操作した。人も意志も伝承も歴史も、お前は本当に全てを利用したというのか。それが俺の存在理由だから。母のいない間のすべてを記録し、その間を俺が作った。そう、つまり貴様らが歩んできた道は、忍びの物語は母が復活するための物語だったということだ。ナルト、そんなに睨んでも意味はないぞね、母さん。そうか、ずっと封印されていたからね。やっぱり子供の面影を思い出しちゃったか。けど奴らは敵だよ。母さんのチャクラを奪ったね。そう、その通りだ。お前たちが憎い。来るぞ、とんでもねえのが。ああ、羽衣、羽村、お前たちはわらわのもの。もう一度チャクラを一つにする。ナゾ、分かってるな。おう、俺たちでもう一度封じ込める。やるぞ。勝手に汗が吹き出やがる。なんで着火してやるんだ。まだ出てきない。こんな奴がいるとはな。せいぜい怯えろ。そして無様に散るがいい。攻撃の規模がすげえ。
ナルト、真の実力を出していない。鬼の威力を嘆くがよい。さっさと呼べ。敵はわらわの空気。お前たちは何もできぬ。さっさと呼べ。どうだったらしい。この調子だ。俺に考えろ。任せてくれ。お前には届かぬ。よっと。勝手に汗が吹き出やがる。なんて力づけなんだ。まだの日じゃない。こんな奴がいるとはな。フフフフフ。せいぜい怯えろ。そして無様に知るがいい。女神、攻撃の機能がすげえ。ナルト、奴は真の実力を出していない。お前には届かない。よし、この調子だ。待って。おいおい、まさか押しているとでも思っているんじゃないのか。だったらとんだ勘違いだぞ。母はまだ実力の半分も出していない。みんな、行くってばよ。遅いな。行くぜ。逆ハーレムの術。よっしゃ、大成功。待てろ。逃がさない。なおも自由自在に空間を変えると。母さんとお前たちとでは力が違いすぎるのさ。さっさと呼べ。これどうなったわよ。逃がさない。どうなったわよ。よっと。どうなったわよ。このクソを気を見つけるだけでも苦労するってばよ。必ず突破口はある。その瞬間を見逃すな。どうなったわよ。よっと。さっさと呼べ。成功をやめよう。動きが鈍った。今だ、ナルト。今だ。オビト、目が覚めたか。カカシか。俺は死んだはずじゃ。簡単に説明するよ。チャンスだよ、母さん。そうか、そんなことが。しかし、どうやってそのカグヤってのを止める。それは、俺とサスケが消えた。影分身を維持できないほどのことが本体に起こったってことだろう。動けねえ。くっそ。そいつらはお前が手を出していいものではない。あいつ、オビト、ゾロゾロと。アマテラス、脱出するまでまだ時間がかかるな。それまで俺が奴の動きを止め。お前一人に行かせないよ。
俺もやる。私もやります。少しぐらいならチャクラを分けられるし。母さん、あいつら放っておくとうざそうだ。先に消しておこうよ。ナルトたちが氷から抜け出すまでを耐え抜く。それが今の俺にできる精一杯だ。そしてこれが俺にできる最後の償い。カカシ、サクラ、援護を頼む。死に損ないの体でチャクラもない。そんなお前に何ができる。お前には届かぬ。何もできやしないのか。なんせお前は大切な人を亡くし、夢を叶えられなかった失敗だらけの間抜けだ。失敗作のお前が神の前に立つなよ。間違いだ。確かにお前の言うとおり、失敗を繰り返してきた。おまけに多くの過ちを犯した罪人だ。どんな失敗を人生で少なからず光を見つけることはできた。それはお前なんかが助かる。たった小さな光だが、死んでも守らなければならない光なんだよ。クズの割によく吠えるね。それに潰されるくせに。クズはクズなりの考えがある。それに今なら俺を支えてくれる。死に損ないの体でチャクラもない。そんなお前に何ができる。何もできやしないのさ。何せお前は大切な人を亡くし、夢を叶えられなかった失敗だらけの間抜けだ。失敗作のお前が神の前に立つなよ。バチが。確かにお前の言うとおり、失敗を繰り返し、おまけに多くの過ちを犯した罪人だ。どんな失敗の人生か、少なからず光を見つけることはできた。それはお前なんかが気づかない、たった小さな光だが、俺にとっては死んでも守らなければならない光なんだよ。クズの割によく通るな。すぐに潰されるくせに。クズはクズなりの考えがある。俺を支えてくれる奴がいる。そう簡単に潰れやしない。準備オッケーだ。これでしまい。カトン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 。これが壁になる。パワーを頼んだぞ。これでしまい。カトン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 。カトン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 。甘い。これが壁になる。あとは頼んだぞ。これでしまい。準備よく当たらん。お待たせ。ふっ。この間に。はい。カトンスマッフル。お前はこんな俺を再び光に戻してくれた恩人だ。お前を闇に落とした責任は俺にある。できる。お前にもう一度選択を与えた。だから、お前たちがここで終わるべきではない。俺が壁になるのは頼んだぞ。逃げてしまえ。カトン逃がさない。逃がさない。みんな、お前には届かぬ。
逃がさない。抜け出したか。サンキューオビト。こっからは俺たちもやるってばよ。死にかけの虫ってのはなんでここまでしつこいんだろうね。母さん、もうあそこでやっちゃおうよ。そうね。ここは超重力の空間か。体がおめえ。だが、やつもかなりのチャクラを消費したようだな。大丈夫かい、母さん。さっさと終わらせて、この空間から出よう。もはや俺に奴を倒せる力はない。だったらやるべきことは、ナルトとサスケを死んででも。守り抜くこと。オイト、お前。カカシ、お前は当分こっちにいろ。あいつ。で、なぜ。なんて顔しやがる。俺はこれから向こうでリンと二人きりになれるんだ。お前は邪魔なんだよ、カカシ。オビト、お前にはいろいろと教えられたな。お前にはこれからまだまだ多くの苦しみがあるだろう。だが、それでもお前は変わることなく、その人道を貫き通せ。まっすぐ、自分の言葉は曲げない、だったか。それでいい。ナルト、お前は必ずホカゲになれ。ああ。そしてカカシ、オビト、お前は。すぐに来るんじゃねえぞ。最後まで生きろ。なんだ、なんだよカカシ。そんな顔するな。こんなクズ相手にそんな顔するなよ。なんだこの感じ。俺の内に湧き上がるこの気持ちは。そうか、俺は嬉しいのか。最後にお前と共に立てたことが。そうか、だから俺は笑っているのか。罪人の俺に慈悲の感情はいらないよ、カカシ。お前が見送ってくれればそれで。最後までありがとうな。行こう。死ぬ順番が変わるだけだっていうのに必死になって、本当にバカなやつだな。俺の友を笑うな。シャリンガンだと、どういうことだ。
お前の目は奪われたはずじゃ。オビトが最後に託してくれた力だ。あのゴミ虫野郎のオビト目、最後の最後まで邪魔を。けど大丈夫さ、母さん。あいつらなんて、わらわのものだ。その力はわらわのもの。母さん、わらわのチャクラ。落ち着いて、母さん。まずい、やっぱりチャクラを消耗しすぎたんだ。母さんが正気を保てなくなっている。無駄に勝手に使いおって。これ以上、わらわのチャクラを使った愚行は許さぬ。